さあ、飛行機乗ってきましたけどね。いや、この新しいカメラね、何がすごいって、起動速度がめっちゃ速いのね。開いてから、ほんと、2秒も経たないで、撮り始めることができるんで、非常に便利ですね。まあ、つっても、2016年製なんで、相当古いやつの中古なんですけどね。何だったっけな、名前がね、京阪大阪メトロ1日フリーチケットだったか、フリーチケットだったかな。っていう名前らしいんですけど、で、そう、普通ならこれ買って出して、で、そこで買うみたいなって、ちょっと、みたいな聞いたらいいのかな。うん。今、確認したんですけど、すみません、私勘違いしてましたね。室長じゃなくて、師匠の方ですね。うん。祇園師匠の方では買えるみたいです。七条では売ってないらしいんで、これ出町柳が市場やったら、こういう感じでいけるらしいんですけど、なんでとりあえずもうちょっと淀屋橋まで出ちゃいます。でそこでそこでとりあえず、駅員さんに言ったら一応対応してもらうみたいです。ですから本当はそっちの分までの運賃で一旦買って、でそこでフリーチケットを買えば OK っていうことだったらしいんですけど、ちょっとすいません、完全に間違えてた、やっちゃった、ということで、こんばんは、山城と申します。さあ、今日はね、どこにおるかというと、大阪の、そこに書いてあるね、淀屋橋駅ってことでね、うちにしては珍しく、出発からね、取ってなくて、いきなし淀屋橋から、ドンと、スタートする企画になっております。というかね、正確に言うと、完全にボケをかましまくりまして、諸事情がいろいろとございまして、淀屋橋まで来てしまったと、いうところでございましてですね。まあ、ちょっとそのあたりはね、詳しくはね、この後どこだったっけ、地図ねえかな。もう企画タイトルで分かってるよね。だからいいよね。だからね、これ肥後橋。こっちの方までね、とりあえずね、ちょっと行こうと思ってるんでね、ちょっとここ歩いてる間に事情説明し、そう、普通ならね、淀屋橋からだったら、御堂筋線ね、で、そのまま乗り換えができるんで、それに乗ってくっていうのも手なんですけど、まあ今回、まあタイトルにも出てますよね、企画がね、端っこの駅に行く企画の方、ターミナル駅の企画の、一応手になってますんで、だったらね、どうせ西梅田駅、あっちの方がそこの対象になってくるので、だったらもうね、御堂筋線絶対めちゃくちゃ混みますからね、混むところよりも、一つずらして、なんだっけ、肥後橋か。肥後橋まで歩いて行っちゃおうかなと、思っておりますよと。やっぱね、徹夜でね、考えた企画はダメだ。よし、この道をまっすぐ行きゃいいんだな。そうだな。久しぶりですね。この景色。市役所だっけ、
で、日本銀行があってね、この前は淀屋橋出て、梅田の方直接こっちの方に歩いてった動画が何だったっけ、何の動画だっけ、急がば回れか。あ、急がば回りすぎたって言ってね、大阪に行くのに、大阪に行くのに、直接近鉄やね、新幹線で大阪入るんじゃなくて、京都まで高速バスで出て、そこからね、高速バスから、あっちの方にね、大阪の方に向かっていく京阪電車で淀屋橋に出て、大阪の方、難波とかそっちの方、梅田の方に行くよっていう、企画でした。で、今回もルートとしては全く一緒で来てます。四条まで、四条じゃない、五条か。五条まで高速バスで出て、で、そこから京阪電車に乗ってという、ルートなんで、ルートは全く一緒か。ここまではね。なんですけど、今回はね、これがあるわ。これ、じゃじゃん。これを使っていこうという企画ですね。このね、京阪電車と大阪メトロが共同で発行してる、京阪大阪メトロ。これは、これは、京阪大阪メトロ1日フリーチケットっていう、やつがあるんですよ。これだと、京都から、京都側の方の、大津線以外の京阪電車と、大阪メトロの全線、あとシティバス、まあ目の前走ってってますけどね、市バスも全部乗り放題になるよっていう、切符らしいんですよ。で、これが、1800円でした。ですのでね、これをね、使ってたらね、相当お得に大阪観光できるんじゃないかと、いうことをね、昨日思い立ったんです。はい。そうです。昨日思い立って、で、仕事終わり、夜勤終わって、そのまんま、徹夜でね、だいたいバババッとルートを決めて、徹夜でそのまんま高速バスに乗り込んで、やったらですね、まず、高速バスはね、もう、着いたのが、結構もう、新庄のね、バス乗り場に着いたらもうすぐに、もうバスが来ちゃってですね。それで、あ、いかんと、そのまますぐに、乗車手続きをね、済ませて、予約してあったんでね、乗車手続きを済ませて、乗って、というふうに、してたわけでございます。なんで、で、しかも、バスの中がね、こう、ほぼ満車、一席だけ空いてたかなっていうだけで、もう満車、ほぼ満車状態だったということもあってね。まあ、うちも通路側の席をなんとか確保した。昨日も予約した段階でもうね、席がね、一つしか、その段階では一つしかもう空きがなかったんで、逆に言うと、一つあったんで、ある。で、これね、本当はね、大雨予報だったんですけどね、なんか晴れるぞってなってたんで、ね、晴れそうだ。じゃあ、で、予約サイトを見てみたら、あれ、一席だけ空きがあるなと。これはなんだ？あ、住友か。住友銀行ですね。すごいですね。立派ですね。すげえな。あそこも立派ですけどね、大須の上舞津にある住友銀行さんも昔ながら作りですけども、やっぱこっちの方が、やっぱでけえっすね。すごいな。で、何やったっけ。あ、そう。それで、まあね、今度って通路側の席でね、だったんで、道中全くカメラも回さず。でね、五条着いたらね、五条からカメラを回し出そうと。で、まあ実際回したんですよ。ただね、ここでまたね、ちょっと、もう一発しくじりまして。で、当初の予定では五条から、一旦入場して入って、で、なんだったっけ、七条か。七条の駅で、そのフリー切符を購入すると。で、なんかその、
五条の駅だとそのフリーキップが売ってないということで、うん、で七条行って、だからその売ってる駅に行ったら、まあ、救済措置がありますよっていう風なね、ことをちらっと書いてあったんで、じゃあその救済措置を使ってみようというのをね、動画に収めようと思ってね、一つ隣か七条だと、五条からだと七条が一個隣で七条駅に行ってみたんですよ。そしたらね、なんと売ってなかったんですね。そう、その切符売ってるのが四条駅ですね。四条の方、祇園四条か、っていう駅があって、ですから路線図貼っ付けとくか。頑張って路線図貼っ付けとくか。今回こっちのミスだからね、うん、ミスの説明しないといけないからね。うん、本当は四条。一つ出町柳側の駅の方に行ってやったら、その170円の初乗り分のね切符で行ってで、正規のやり方ができたんですけど、出町や七条の方だと売ってねえと。でまあね、ルート的にこの後大阪メトロの方に行くんで、そのまま要は淀屋橋の方にねずっと行かないといけねえということで、なので仕方なく、ちょっと駅員さんに言って、すいませんと言って。で、そのままね、もうちょっと170円の切符で、一旦ちょっと、淀屋橋まで、出て、で、淀屋橋の駅員さんのところで、ちょっと手続きしてもらって、今フリー切符を無事購入したという形ですね。で、するので、まあ、不正乗車ではないんですよ。一応正規のね、そのフリー切符を、の購入をして、そのフリー切符の利用でっていうことなんですけど、ただ、道中ね、その、風に、その、初乗り切符だけで、淀屋橋まで移動してしまうっていうような感じなんで、一応、ね、これをね、冒頭から流すとね、完全にミスリードになってしまうな、ということなんでね、まあ、ちょっとこれは、それはいかんだろうと。いうことでね、さすがにこれは情報的に誤情報だったんで、ね、これはまずいということで、だから、正規なルートだと、淀屋橋までの、運賃分を買って、一旦行って、で、そこでやるか。あとはもう、一番手っ取り早いのは、一番手っ取り早いのは、清水五条の駅。に、もう駅員さんがいらっしゃいますんで、その方に言ってね、どうしたらいいかなっていうふうに聞くと、いろいろやってもらえ、一応ベストな方法を教えてもらえると思いますんで、それで大丈夫だと思います。今回はですので、七条の駅のね、係員さんが全部話を通しといて、くれたみたいで、途中のね、駅員さんの対応とかも全部、五条の、方ですかっていう感じでね、全部スムーズに、もうチケットもね、すぐ発券できるように手配してくれてまして、スムーズに来ることができたんで、本当ありがたい。めちゃくちゃ京阪の人、対応いい。うん、よかった、ありがとうということでございます。